弁形ガニ、学名セサーマップスインターミディアムは、10脚目、弁形ガニ科に分類されるカニの一種、インド太平洋沿岸の熱帯、温帯域に広く分布し、海岸の沿征湿地や川辺に生息する。同様に水辺や海辺に生息する金縁種には、弁形ガニという標準和名がよく挙げられる。生態は、幸福3 5トル、高潮2 5トルほど。東京港は、 厚みのある四角形で、複眼の下の鋼外縁に二つの巨子がある。甲の背面は、額の中央がくぼみ、他の各区域も溝で仕切られ、凹凸がある。弁形が2という和名は、甲のゴツゴツした質感を、武蔵坊、弁形のいかつい形相になぞらえたものである。ハサミ足は、鮮やかな大々色だが、指部分は、紅白色である。体と、ふ足は、大々色から褐色。 肺褐色まで、個体変異がある。近炎種の赤手ガニカイロマンツヒーマタケアは、弁慶ガニによく似るが、郊外炎に挙手がないこと、肺甲の凹凸が低くて、丸みがあること、ハサミ足が大色ではなく線香色であることなどで、区別がつく。インド太平洋沿岸の熱帯、温帯域に広く分布する。日本では、小川半島と房総半島以南で見られる。川辺の河原、土手。 石垣、森林、草むらなどに生息し、東アジアでは、赤手ガニや黒弁形ガニシーデハーニと同所的に見られる。ただし、赤手ガニが水から離れた高所にも進出するのに対し、弁形ガニと黒弁形ガニは水からあまり離れず、外敵から逃げる時などは水中に逃げ込むことも多い。また、暗く湿った物影を好み、日中に明るい場所に出ることは、ほとんどない。 昼間は、巣穴や物陰に潜み、夜によく活動する。食生は雑食性で、動物の死骸、小動物、植物など、何でも食べる。繁殖期は、夏で、この時期には、赤手ガニと同様に放卵したメスが、海岸に集合し、大潮の満潮時に卵を海に放つ。直後に孵化した子は、ゾエア妖精の形態で、プランクトンとして、海中で、浮遊生活を送る。 一ヶ月ほどの間に5度の脱皮を経て、メガロパ養成へ変態し、定性生活に移行する。メガロパは、チガニへ変態して、上陸、淡水域へ遡上、定着する。ABC 三宅貞吉、原職日本大型甲殻類、図鑑 2ISBN45 億8630万6391983年保育者 ?ABC 鹿児島の自然を記録する、改変。 川の生き物図鑑鹿児島の水辺から ISBN4 億9313万 7669X2002 年南方新社 ABC 三浦智之日型の生き物図鑑2007年南方新社 ISBN9 兆7848億6124万1390図鑑修正版ありがとうございます